はい、アニマルハウスへようこそ。園長のゆきです。はい、皆さん、昨日が節分だったんですけれども、恵方巻きは食べましたでしょうか？今回は昨日が節分だったので、恵方巻きを食べていきたいと思います。はい、というわけで、恵方巻きっていうのは2月1日から3日ぐらいの間でこうお店では売られるんですけれども、まあ僕がこの動画撮ってるのはそれよりも前なので、恵方巻きがお店にない状態です。なので今回は手作りして恵方巻きを作りました。じゃじゃん、こんな感じでございます。手作りなので、いろんな種類の恵方巻きを作ってみました。アスパラのチーズカツ巻きだったりとか、海鮮巻きだったりとか、こう、色のついてるご飯は少し澱布を混ぜて作ってみたりとかしてみました。でですね、恵方巻きを食べる時のルールがあるみたいなんですけれども、切り分けずに一気にこう、一本食べる。そして、それを無言で食べる。っていうのがルールみたいなんですけれども、まあ YouTube を今から撮るわけなんですけれども、無言のままだったらちょっとどうなのかなと思いまして、本日はですね、もっぱん恵方巻き ASMR をやっていきたいと思います。なので無言で食べてるときは ASMR ですね、こう恵方巻きを食べてるときの咀嚼音を皆さんにお届けしたいなと思います。で、そもそも恵方巻きっていうのは、こう恵方っていうのは神様がいる方角のことですね。切り分けて食べちゃうとダメということなんですけれども、なんで丸ごと一本そのまま食べるかというと、包丁で切ったりすると福や縁が途切れてご利益がなくなると言われていまして、さらに途中で休んだりしてしまってもご利益がなくなると言われているので、丸ごと一本一気に食べるとされています。そして無言で食べなければいけない理由、それはですね、話すことで服が口の端から離れていってしまうと言われていて、食べ終わるまでは願いを込めて無言で食べるとされています。なので今回はですね、僕は一緒に暮らしている動物ちゃんの健康を願いながら食べていきたいと思います。まあそれで僕の ASMR で終わっちゃうと何の動画だっていう感じなので、動物ちゃんたちの ASMR もお届けしたいと思うので、最後まで動画お楽しみください。はい、ではですね、動物ちゃんたちの健康を願いながら食べていきたいと思います。これから無言になりますよ。じゃあ食べます。いただきます。はい、食べ終わりました。ごちそうさまです。